なんと水晶剣の真髄を教えてやろう。ついに水鳥の羽はもぎ取られた。抗うこともできず、進むこともできず、逃げることもできず、レイの選択肢は一つ、従順でいること。愛する女のためにユダに屈していること。だがその愛する女は自らに課せられた悲しき運命に逆らうように反乱を起こす。サウザーの圧政に抵抗するため、苦しむ人々を救うため、それは平和を愛する者としての当然の行動。レイ、お前はどうする？どう動く？犠牲はついにピエロの星のままなのか。ザーやユダの元では平和な世なんて実現できない。そんなことは分かっている、分かっている。最終話、愛に飛び立つ。雑魚が千匹かかってこようと、これは倒せん。マミアの人望により、なんとは求心力を得た。偽の地母性とはいえ、その力失うには惜しい。レイよ、マミアを連れ戻してこい。そうすればマミアの命を助けてやろう。消すね。俺だけでなく、マミアもまだ利用する気か。来てみる。さっさと分かってこい。レイ、もうユダに従う必要なんてないのよ。私と共に立ち向かいましょう。ダメなんだ、マミア。お前の体にも爆弾が仕掛けられている。俺はお前に死んでほしくない。だから頼む、ナントに戻ってくれ。私は戻らない。死んでも悪意なんて屈しない。お前死ねえ、マミア。暗殺部隊、どういうことだ。とにかくマミアと民を救わねば。
っていい。お願い、レイ。苦しむ人々のために戦う。マミア、お前の愛が勇気、俺に戦う心を取り戻してくれた。敵だが、さっさとかかってこい。今なら押し返せる。